はい、どうも、沢田信也です。はい、どうも、高山です。よろしくお願いします。まあ、収録できる機会にため撮りしておきたいなっていう感じで。そうですね。まあ、配信としては間が空いてますけれども、収録としては連続して撮ってます。はい。今回も漫画の話ですね。はい、ドロッとした話をしていきましょう。魔女が下す鉄槌というね。どっから見つけてくるんだというね。マレウス・マレフィ・カルムっていうタイトルの漫画。はい。作者の方が、ミヤ・マロンという方ですね。ひらがな5文字で、ね。で、これはね、アルファポリスっていうね、ウェブ漫画媒体で連載されてます。まあ、いい意味で本当僕は聞いたことも見たこともないですね。でもね、アルファポリスはね、結構、有名なんかな、ゲートっていうね、漫画が、有名で、うんうん、アニメ化にもなってるんですよ。なんか、綺麗な漫画多いですよね。うん、映画というか、なんていうか。あと、テーマ的には異世界転生ものが多いっていう、はいはい。アルファポリスなんですけど。で、そこで連載されているウェブ漫画ですね。はい。魔女が下す鉄槌。マレウス・マレフィカルモ。で、これがね、ちょっとね、以前からちょっと読んでた、はい、連載を追っかけて読んでて、まあ、つい最近単行本が発売されたから、つい最近って言っても夏ですけど、はい、単行本が発売されたんで買ったんですけど、ちょっとセンマスでもこう、紹介したいなと思ってたんですよ。うん。というのも、なんかこの単行本の一巻の売り上げ次第で、今後の連載が決まるかどうかが決まるみたいな。はい、ああ、なるほど。感じらしく。そういうことなんですね。うん、まあ、多少ちょっと助けになるかなという感じで、はい。まあ、取り上げさせていただいたんですけど、はい。まあ、それにしてはタイミング遅すぎやろって感じはするんですけどね。まあ、わからないです。今からでも。今からでも。なので、先に結論だけ言っておくとですね、まあ、皆さんにもちょっと読んでいただきたいな。はい、なんやったら単行本を手に取っていただきたいなという感じはあるんですけどね。まあ、絵が、とりあえず、可愛いんで。そうですね。丁寧なんで、よかったら。まあ、設定としてはすごい、まあ、中世ヨーロッパ風な感じの、まあ、いわゆる、まあ、ファンタジーな感じのところで巻き起こる、引きこもごもなんですけど。はい。まあ、一番の特徴は何かっていうと、まあ、すごい強大な力を持った魔女が出てくるんですけど、はい。ものすごく、レズで、メンヘラっていう。いやー、もう、ほんと、ものすごくメンヘラですね。近年稀に見るぐらい、キャラクターとしてメンヘラってすごいんじゃないのって思いましたから。とかしてますね。びっくりしましたね。ヤンデレですね、本当に。そうですね。ヤンデレっていう言葉があったね。うん。なんかね、最近やっぱりね、近年ね、まあいろんなこう、なんていうのかな、こう漫画とかアニメとかゲームにもしてもそうなんですけど、そのフィクションに登場するキャラクターに関して、うん、その属性っていうね、呼ばれる、うん、まあ、はい、その文字通りね、はい、属性って呼ばれる要素が、まあキャラクターを語るにあたって付加されるようになってきたじゃないですか、最近ね。そうですね。うん、で、まあ、いわゆるツンデレとか。うん。で、その派生でね、ヤンデレとかね。うん。まあ、いろいろ言われてますけど、なんか、こう、なんていうのかね、まあ、語弊を恐れずに言うならば、うん。設定としての属性でしかないキャラクターがたくさんいるわけですよ。わかります、すごく。はい、何やろね、漫画として、作品の構成要素として、そういう設定があるだけ、みたいな感じで、なんかその、ツンデレやから、そういう行動を取れよって、すごいこう、脚本に踊らされてるようなキャラクター。はいはいはい。みたいなのが、まあ、散見されるなぁと、まあ、個人的には思ってたんですけれども。なるほど。この漫画に登場するヤンデレ魔女はですね、本気、はい、本気じゃないですか。もうなんか、ヘキサゴングラフっていうんですかね、うん、6個ぐらい項目があって、はいはいはい、三角形みたいな感じで表現されるグラフみたいなのあるじゃないですか。はいはいはい、最近なんかそのキャラクターって、あれ結構バランス良すぎるんですよ。そうですね。でもこいつ、一個しかないでしょ、もうほとんど。いや、ほんとね、ほんとマジで漫画のキャラクターですけど、久々にやばいこいつと思いましたからね。やばいですね。完全にやばいです。本当に。メヘラにしか多分振ってないな、このパラメーターっていう。いや、本当そうですね。だからね、うん、まあ、そのグラフですか、うん、五角形のマスがあったとするならば。そうそうそう。なんか、
やむというパラメーターだけがギョーンってこう。ギョーンって言ってますよね。グラフの外まで突き抜けてる感じですよね。まあ、たまたまあとは生まれつき魔力ってるのにギョーンって言ってるっていうだけですね。細いんですよね、なんかね。他のステータスが全くないみたいな感じ。全くないですね。だ人に対する共感力とか、なんか、優しさとか、なんか、押し量る力とか、なんかそういうのが一切ないっていう感じのキャラクターが、出てくるんですよね。そんなキャラが出てくる、現代にっていう感じの。で、またそれの、その魔女に対抗してるっていうか、まあ、その魔女の相手をする、まあ、登場人物がいるんですけれども、うんうん、そのキャラクター自体は、とても母性を持ってる人なんですよね。そうですね。ある種最高の組み合わせなんかもしれないんですけども、最悪の組み合わせでもあるっていう。うんうん、なんか、本当に、こうなんていうのかね、久々にね、漫画を読んでてね、こう、なんやろ、展開が気になるというよりかは、はい。普通に生きてる人間として、こいつらどうなんねんっていう気になりましたね、なんか。そして、不幸にしかならないのではないかって、はいはい思いました、久々に。まあ、そうですよね。ちょいちょいまあ、なんていうの、キャラアートワークとかも含めて、目が星になってるわけですよね。主人公の、魔女とされてる、ね、女の子は、うん。こんなに星マークの目が似合うやつ僕見たことなくて。本当に。絵だけ見たらものすごいメルヘンチックなんですけどね。そうなんですよ。うん、で、いや、確かに、こういう絵で、こういう星の目してたら、うん、一番似合うキャラはこうだわなっていう変な納得もあって。まあ、ある種ね、その魔法を使うファンタジックなキャラクター、女性、はい、ファンタジックな女性キャラ。うん。まあ、星に、目に星が描かれてますよ、みたいなファンタジックなね、魔法の女性キャラなんかしてみたら、まあ、可愛い。うん、なんか、素敵とかな、そういう、なんていうんですかね、うん。プラスの方向の印象とかが強いような気がするし。そうですね。まあ、なんつうんですかね。まあ、単純に言うならば、こう、魔法少女アニメとかにも出てきても全然問題がないようなキャラクターだと思うんですけども。ね、なんでそれをネガティブ 100% で描くんだ、みたいな感じのところありますよね、この漫画。いや、でも、ここまででも、それこそ行動原理とか、共感性のなさとかを突き詰めると、うん、なんかネガティブではあるけど、不幸感がないのがまたおもろいですね。なんていうかね。いや、もう、なんか、絶対、なんか不幸にしかならないだろうと思うんですけど、うん、こんだけ突き抜けてると、そういうムードは漂わないんですね。まあ、確かに魔女視点で見たら、何も不幸なわけでもないし、うん一生懸命生きてますからね。自分の信じる正義とか愛とかに対して、まっすぐに生きてるだけなんですよ。うん、そうですよ。だから少年漫画のなんか熱血主人公と一緒ですもんね。もうまあ、俺はこれを信じるっていう部分に対して、まっすぐに生きてるだけですから。うん。うん、だから海賊を目指してんのか、なんか。いや、もうまあそうですよ。ゴミンヘラなのかと。確かに。まあ、ルフィと一緒ですよね。やってること自体は。本当にそうだと思いますね。まあ、ただ周りでなんか、全身の骨がめちゃ砕ける人が出てきたり、なんか、死んだりとかいうのがいっぱい出てくるだけの話で。そうですね。でもそういう意味ではルフィとやってることは変わらないですよね。ルフィの周りにもたくさんいろんな人が怪我してますし、ね、死んでたりしますし。うんうんうん。やってること変わらないですよね。そうですね。自分の目的、目標に対して一生懸命だっていう。まあ、でも、怖いですね、これ。本当に。私今とても幸せなんです。この魔女のこのね、喜び具合がね、本当にね、純粋なんですよね。純粋ですね。うん、でも純粋ってこういうことなんでしょうね、多分。いや、本当に。本当に思いましたね、なんかね。危なすぎるわ。うん、純度 100% ってやばいんやと思いましたもんね。うん、やばいですね。ちょっとやっぱ不純なぐらいちょうどいいです、ねうん。そう、ほんまほんま。やっぱりね、基本的にね、世の中を生きるにあたって、人っていうものは、やっぱりこう、群れないといけない。群れないと生きていけない。まあまあまあ、動物、まあ、あれですね。かなと思うんですね。人類の最強の武器ですからね。はい。やっぱりその、人自体っていうもの自体が、やっぱ生命力自体が、他の動物に比べても、そんなに強くないわけですよ。そうですね。で、そこで人類が、まあ、いろんな経験値から培ってきた、まあ、結果、
得た能力というものが社会性ってわけじゃないですか。そうです。文化学的にも最強の、ね、唯一の武器だと言われてます。主として存続するために社会性を人は身につけたわけでしょ？うん。そうです、ね。で、その社会性っていうものって結構曖昧なわけですよ。うんうんうん、何をもって社会性とするかっていう定義っていうのは正直はっきりと決めれないと思うんですね。そうですね。概念自体はね、なんとなくこう、決められてるものではあると思うんですけど、うん、社会という群の中で生きる一人一人の人間をピックアップしてみた場合、何をもって社会性とするかとかって結構言えないじゃないですか。まあまあそうですね。うん、でも、そんな曖昧なものをなんとなく察して、なんとなく周りと合わせて、俺たち死なないように生きていこうぜって言ってるのが人類やし、社会なわけじゃないですか。そうですね。うん、で、その社会で生きとし生ける人たちっていうのは、そのさっき言った五角形のパラメータで言うと、なんとなく五角形になってるわけなんですよね。なんとなくね。それが、著しく一つのものだけがゴーンって抜いているやつがいる場合、やっぱ社会って成り立たないんだなっていう、うん、なんかまあまあこんなやつばっかりやったらまあ無理ですからね。みんな死ぬなっていう感じしますよね。なんかそうですね。まあそして主としてこいつ強すぎるっていうのもそうなんですよね。今の話だったら子として生きていけるんですよね、きっとこいつはね。そうですね。うん。それがまだ不幸ですよね。うん、まあ不幸なのかな。本人は幸せなんでしょうね。まあでも、子でいたくないからっていうのがやっぱりこのメンヘラにつながるわけでしょ？結局それで。そうなんですよ。結局、この魔女に対抗しうる母性を持った登場人物。うん、まあ、こっちの方が主人公なんかな。いや、まあそうじゃないですか。うん。やっぱ彼女がね、こう、不幸、こうか不幸か、もうその魔女を救ってあげたいと思ってる気持ち。うん。これがまたね、なんとも言えへんなっていう。いや、そこがだから、あれじゃないですか、主人公ぐらいまた突き抜けていけば。うん。まあ、なんか、徹底的に純粋なその母性であれば。確かにね。この主人公もどこかパラメータが著しく突出してますからね、母性という意味で。うん、なんでって思う母性がおかしいですからね。そうですね。それはそれでちょっと狂ってんちゃうのみたいな。いや、そうですね。相方かわいそうですもんね。確かに。骨バキバキされてますからね、全身の骨。かわいそうすぎますからね。で、そういう、なんていうんかね、なんやろね、こう、突出した、なんやろ、他者を受け入れるという能力にむちゃくちゃ突出している人と、うん。子というものをどこまでも貫き通すことに突出している人が出会ったら、うん。こうなんねや、みたいな感じの。まあ、だから、なんていうか、これはまあまあ、メタな話になっちゃうけど、どういう風に進めていきたいと思ってるのかってめっちゃ興味ありますけどね。それはね、ありますね。え、作者、この話どうしたいんってめっちゃ気になりましたからね。別にそのままね、どこに行ってくれてもいいんですけど、ただどうしたいって思って書いてんねやろうっていうのはありますね。消費者の我々としては、展開がどうであれ、楽しかったらええわ、ぐらいの感覚なんですけど。そうそうそう。まあ、興味としてね。興味としては、全然、なんていうか、皆目見当つかないじゃないですか、これ。どうするん、こいつらみたいな。なんやろな、全員不幸にするのみたいな。もうわからないし。一応、なんか登場人物、強い力を持った魔女と、まあ、母性の強い一般的な主人公。うんの周りに普通の人たちいるじゃないですか。そうなんですよね。で、この人たちがね、すごいこう、厄介な出来事に巻き込まれてはなんかすごい悲惨な目にあっていくんですよ。で、しかもその、厄介な出来事に立ち向かい方が割と普通なんですよね。そうなんですよ。ちゃんと。だからそら無理やろみたいな感じもあるし。頂上の力で対抗するとかではなくて。ないですね。人が持つ当たり前の能力って、その中でどうにかしようと思った結果、まあどうにもならないっていう。そうね、そうだね。そらどうにもならんやろっていう。どうにもならんねんっていう。いやー、これね、独特やなーと思って本当も読んでて。いや、独特ですよ。で、なんか、しかも絵がすごくやっぱり綺麗で可愛いので、うん、余計独特ですね、なんかね。絵柄はどっちかというとメルヘンな感じですからね。いや、そうですね、なんかなんやっけマリーとかの調合するゲームあるじゃないですか。うん、あれよりですもんね、なんかね、うん。これもね、まあちょっとね、ほんとね、ちょっと読んでいただきたいなっていう。
誰に読んだ、この読者は誰に肩入れするんやろうっていうことをみんなでちょっと聞きたい。話し合いたい。そうですね。なんかやってることを省いたら、正直、まあ、主人公、どっち側かわかんないですけど、この魔女側の方、うん、別にそんなにダメな子じゃないもんね、と思うんですけど。いや、そうなんですよ。なんかね、私は、あの人が好き。この好きな気持ちは、どこでも大事にしたい。邪魔する人とかいてほしくないっていう軸で見たら、うん、別に魔女何も悪いことしないですからね。まあでもあの人みんなこういう気持ちで恋とかするじゃないですか。そうです。ね、誰もが持ちうる当然の感情を、うん、そう魔女は持ってるんですよね。そうなんですよ。それがまあちょっとできちゃうもんだからみんな壊さなきゃとか言っちゃうだけであって。私の好きな人に、私以外の好きな人は近づいてほしくない。そういうね、一般的な嫉妬じゃないですか。その感情誰もが持ち上がらすよ。当然、うん。純粋にそう思って、先が、まあ、骨バキバキになるっていう。全身の方で砕かなくっちゃになるわけですよ。そうなん。でも、その気持ち自体はね、誰もが持ち得る気持ちではあるから。いやー、これ否定できる人は、それはそれで怖いですもんね、だって。ある種ね、魔女にも共感できるんですよね。この漫画、うん。そうなんですよ。不思議な話が、むちゃくちゃなヤンデレなんですけど。そうなんです。まあ別にね、恋じゃなくても、夢でも、仕事でも何でもいいですけどね、うん。あるでしょうからね、こんな気持ち。誰でも。いや、だからね、これ、ほんまどうなんのかな？だから、なんかね、読んでてね、なんなんこれ、教育の問題って思ったんですよ。この魔女に対して、ある種、社会性を、まあ持つような教育を誰もしてこうへんかった結果がこれなんかな、とか思って。まあでも、それはそうなんでしょうね。よくある話になっちゃうんでしょうけど、やっぱりその社会の方が逆にこう魔女に対して、なんていうか受け入れをしなかったっていうことですね。そう、一応設定としてはね、魔女はまあ意味するものみたいな感じでね。うん。なんかもう敵対されるような存在みたいな感じのとこから始まってますから。だからまあ、魔女もある種不幸っちゃ不幸なんですよ。そうですね。で、そこの、前提にやっぱり母性が登場されたら、そりゃね、やっぱり。ある種、まあそういう、まあ社会的概念とか価値観で言ってみれば、うん、まあ、関わらない方がいいよと言われている存在が魔女なんですけど、うんうん、ある種もう一人の登場人物の女の人は、それ、うん、それをも受け入れる母性を持ってね。あいつはかわいそうなやつなんだっていうね、言いそうです、ね。それ自体も別に否定されるものでもないし、うん、どっちかって言ったら、まあ、称賛されそうな感じの行為なわけですよ。そう。でも、これ、ことがことになると今度、お前が助けたからやんけいになるわけでしょ？いや、ほんまそうっすよ。うん。難しいですね、そういう意味では。なかなかね、こう、人が持つ、まあ、社会性にまつわる、まあ、是か非か、みたいな感じのところを、うまく描いてんなって感じはしますよね。だから、どう、なんていうか、どう畳んでいくのか広げてっていうのはすごく興味はありますね、正直。ほんとね、パラメーターがね、どっかに突出した人間にね、なんか無敵の力与えたらいけませんよって話ですよね、なんか。ほんま。まあ、ある種、なんか、親近感ありますね、そういう意味ではね。こう、漫画というものに描く、なんていうんですかね、こう、なんか飛んでる、なんか登場人物いてほしいとか、まあ思うじゃないですか、普通に。うん、そういうなんか昔のジャンプとかもそうでしたけど、うん。うん、なんか、そういうアンバランスな感じ、うん。はすごい感じて、すごいなんかこう、あ、読みやすさはすごいあるな、みたいな親近感はありますけどね。まあ確かに、言い出で妙なのが、まあいわゆる昔、うん、一昔前、今でもそうなのかな。少年漫画に登場する登場人物なんてものは、はい。やっぱ人としてのバランスが崩れてるわけじゃないですか。崩れてますね、完全に。なんか、身体的な能力もものすごく著しく高い人もいれば、うんうん、まあ、うん、その登場人物が持ってる価値観自体、うん、ね、すごく、なんつうの、突出してる。なんか、なんやろ、正義を守るとか、友情を大事にするとかね、ジャンプでいうところの勝利、努力、友情みたいなところのパラメータだけが、やたらと高い奴ら。うんうん、まあ、そういうのを読んで育ってしまってるんでね、やっぱ我々みたいな世代の。まあ子供の子に我々ジャンプ読んで、それをね、なんていうの、良いものとしてある種捉えてるところとかもあったわけなんですけど、うんうんうん、
それと、なんら変わりないですよね。変わりはないですよね。なんか、振ってあるパラメーターが、あんまりこう馴染みないだけで。ドラゴンボールの孫悟空と何ら変わりないですし。ほら、強いやつと戦いて、って、いや、それもよく考えたら完全にイカれてますからね。ワンピースのルフィと何ら変わりないんですよ。ほら、海賊王になりてんだ、つってね。あんま変わらない。ルフィなんか特に仲間バリ大切にするじゃないですか。あれもまあ、突出してるだけでイカれてますもんね。そういうとやってることは一緒なんですよ。好きな人守りたいっていう気持ちで。そういうことね。俺の好きなやつを傷つけるやつは許せねえっていうのと一緒なんですよ、やってること。ただそれがまあ、もうちょっと、俯瞰的に見て事実かそうじゃないか見ようってだけですもんね。あるし。だから、まあ言ってみたら、ワンピースとかも考えてみたらね、うん、ルフィもね、自分の目的を達成するために手段選んでないじゃないですか。まあそうですね。もうワンピースについては本当僕もそれよく言ってますね。ルフィは人の話を聞いてないだけだっていう。たまたまルフィと敵対する対抗勢力とか、ね、うん、相手が、どっちかやったら社会的に悪とされる人たちが多いから、そうですね。なんかルフィのやってることが肯定されてる感じではあるんですけど、うん。じゃあルフィは社会的に正義とされる人を相手にしてもそうなるんかって話なんですよね。まあね、もうちょっと大前提海賊ですからね、やっぱり。海賊、まあ海賊時代悪や。あ、社会的には悪ですからね。そうですよね。そういう社会的に正義の人と対抗しちゃった場合、ルフィはやっぱり自分の顔を通すんかってなるんですよね。まあ、だから通すんでしょうね、彼の場合は。ってなった際に、それはもう単純に社会的に悪なので。だからまあ、やっぱ、海賊が下す鉄槌になるね。やってることはね、一緒なんですよ、ルフィとね、ほんと。だから、なんていうのかな、こう、やっぱりどこかこう憎めないというか。そうですね。うん、否定できないですよね、この漫画に出てくる登場人物たちを。そうですね。だから、なんか、なんていうんですかね、かといってその、最初の方にね、サラさん言ってたとその、無理やり感ないじゃないですか。うん、無理やりえげつない話にしようとか、うん、無理やりメンヘラ感出していこうとか、そんなのあんまな感じないというか。そうですね。なんか極端に、なんか、人の、なんかあかんところを描く漫画ですよっていうベクトルでもないので。うん。まあこういう性格のやつがこういうことあったら、こうなるよね。みたいなのを、なんかやってるだけな感じなんで。描いてるテーマとしては純粋さですから。そうなんですよね。いや、だから危ないよね、ほんとね。純粋であることは果たして本当にいいことなのか、みたいな感じのね。地獄の教頭を初めて読んだ時に教育に対してまっすぐって、あの感じとちょっと似たものは感じますね。ああ、なるほど。でも地獄の教頭はね、やっぱり教頭自体が、社会で生きる際に自分がマイノリティであるってことを自覚してるじゃないですか。そうですね。だから隠れてやりますもんね。はい。うん、でもこの漫画で出てくる魔女は、自分がマイノリティ側であるとか、社会的に見た際にどう見られてるかっていう部分に関してはお構いなしじゃないですか。それはもう力を持ちすぎてるからです。やし、やっぱそこを社会的教育されてないじゃないですか。そうですね。それ自体は責められることではないんですけれども、うん、マジョリティ側からすると、ものすごく迷惑っていうね。まあ、なんでしょう。だから、大スターか大犯罪者かにしかならないですよね。本当に。うん。いや、本当にね、そういう意味ではね、なんかこう、面白いですよ、やっぱこの漫画。面白いですね。とりあえず、なんか本当に目が星になるところぜひ見ていただきたい。キラーンって、ピュアみたいな感じの、ザ・ピュアみたいな感じでね、なりますから。うん、ちょっとなんか、皆さんも気にかけていただいて、ね、できれば単行本読んでいただいてですね。うん。そして、この登場人物たちに何を思うのかっていうところをちょっと聞かせていただきたいなという。アルファポリスというね、ウェブ漫画媒体で連載してますから。はい。まあ、ぜひ見ていただきたいなという、紹介と感想でした。まれまれということでね。そうですね。作者の方自体もまれまれって言ってますから。まあ、そうですね。金貨をくださったではありませんかみたいなところが始まるページが今出てくるんですけど。あれは私のプレゼントですよね。バーって中略で、うん、ただそばにいますっていうのに対して、うん、母性の方が、うん、ちょっと待て、落ち着こうなって言ってます。ちょっとおかしいなとは思ってるんかな
こいつ変やなとはちょっと思ってるんですかね。そうですね。なんか、ちょっと待てと。ちょっと落ち着こうっていう。ちょっとグイグイ来すぎやでとは思ってるんですね。そうですね。面白いですね。まあまあ、アルファポリス上で見る限りは、無料だと思いますんで。なるほど。終わりましょうか。はい、そんな感じで。はい、お送りしたのは、沢田信也と。まあ、協調性、社会性、忘れないように頑張ろうと思います。山です。ありがとうございました。それでは皆さんまた次回、さよなら。さよなら。